おはグリーン、先生の髪色がグリーンになってる。じゃあ今日はあもうレッスン2段目、あ2段目3段、3回目3回目ですね。あそうなるよね。すんごい名機に合うかもしれないってことですね。そういうことです。はい、あの何本か先発したんでね。はい、はい、それでは早速打っていきます。早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ最初に自分のクラブを3球打ってください。3球これあれですか、8番アイアン。そう、8番アイアン、全部8番アイアンでやってきます。で、自分の今使ってるクラブが NS プロの 950GH だっけ。あれ GH、 そうです、はい、書いてある、はい、NS プロ 950GH で、Sシャフトですね。打っちゃいます。どうぞ、まあ、軽く楽に、楽に、普通に。変わってねえし。118番で118ってどう思う。最悪さ130円取ってほしいんだよね。130ですか。130は大丈夫ですか。軽く今軽く取ったんで、40年前ってこっち触れたんですよ、このスチールの今は。あーこれいった。おー本当だ、128。おーいいねいいね、ストレートですよ。今のでお願いします。今のでストレートに右飛んでるよね。え違う、ストレートに右飛んでない。プッシュストレート、プッシュストレー ト, ううレートやばい ね, ね、右飛んでますよってこと。プッシュストレートだから。あ、やばい、ちょっと今え、ダメだよ。え、嘘、いいんだよ、そういうのはどうでもいい。オッケー、そしたらちょっとね、ちょっとね、やつはね、オッケーです。3時間かかっちゃうからね。今度は、ゼクシオの8番で、ね、2010年モデルかな。で、NS プロ 950GH、 これ一緒ですね。なんだけど、これ R シャフトです。あー、はい、なるほどね。そう、ちょっと柔らかいってことですね。ちょっとね、でもね、そんなわかんないよ。ヘッドでかヘッドでかいヘッドでけえ、これ気持ち悪い。
わかんない。まだ言ってないんで。あ、いやいや、もう見た目。見た目気持ち悪い。あ、気持ち悪いんだ。それね、見た目も超大事。はい、あ、129。おー、さすが、さすがジェクシオ。でもさ、捕まりやすいはずなんだけどさ、スライスしてんだよね。そこよ。111スライスなの。スライス、なんか嫌だな。でも結構左に振ってっていいと思うよ。左に、うん、左に。そっか、まっすぐここですね。そうだよ。お、今のいい。お、そうだね。それで軽くフック、フックって言ったらそんな曲がってないからね。あ、なるほど。じゃあ、フッシュフックだからドローってことだよ。あの、捕まった時の感覚が分かりました、これ。うん、あと、ちゃんとね、ジェクシューはね、ちゃんと真ん中に当たると音が違うから。あ、今もあんまいい。ちょっとダフリ気味だけど。OK、次。またジェクシオ。今度も、まあ、大体2010年モデルかな、わかんないけど。で、これはね、カーボン、今度は。の R。R シャフト。はい、R シャフトです。カーボン振ったことないんすけど。だろ？振ってみ？普通に振っていいっすか？何？ね、そんな挑戦できたの？いや、一通りしかないです。振り方。上ってなるでしょ、うん、スライス。スライスか。結構振ってていいんだって、左に。大丈夫だよ、そんな曲がんないから。ちょっとダフリ気味。おお、ドローだって。130ぐらい。129。あれひどい、あれひどいわ。結束か。うん、うわ、うん、なんかあんまり当たんなそうだね。どう、自分のとこから見て。今の感じだったら自分の方が見やすい。今、その前のもそう。そう、今の自分の方が見やすい。その前のも自分の方が見やすい。ただヘッドが大きいのちょっと違和感あるけど、うん、なんだろう、安心感はあるかもしれない。そうでしょう。ヘッドがやっぱりフェースがでかいし、あとは横ね、あの上から見た時にちょっと分厚めのクラブって結構ね、見た目安心感がすごくあるからね。確かに、なんかどこ当たっても大丈夫みたいな。まあ、確かにどこ当たってもまあまあ大丈夫。はい。ので、アジが全然違うよね、今使ってるクラブとはね。分厚めで攻めていこう。次、キャロウェイのこれ。これ。うまく打ちたい、キャロウェイだから。そうだよね。で、R シャフト。キャロウェイ狙いだから。キャロウェイ狙いだから。なんでそんなまあ、キャディバッグもキャロウェイだしね。なんでこだわってんの。いや、キャロウェイが好きなんです。あ、そうなんだ。じゃあ、ウェアもキャロウェイにすればいいのね。緑あんま出てないか。そうだ、これはウェアに関してはもう緑優先なんで。そうだよね、緑がなかなかない。これすごいな。何が熱い。さあ、熱いよ、全てが。あ、ちょっとひどい。いいの、いいの。別に自分のスイングがどうとかじゃなくても、クラブがどうっていう感じ。あんま落ちてこない。なんかきつい。軽すぎ。軽すぎる。ああ、なるほど。今のいいね。まあまあ、でもスライスっぽい。おまねるタイプ。あ、そうだな。いい当たりの時計測してくれるんですけど。そうだね。あー、もうダメだこれ。微妙だな。 OK、 はい、やばい。そしたら今度は、これ結構気持ち悪い。ね、インプレス UD プラス2気持ち悪いってやつ。もうさ、これやばいでしょ。だってさ、これ8番アイアンなのにさ、全然8番アイアンに見えないの、構えた時。
で、これはね、シャフトが NS プロのザロスっていうの、ゼロスっていうの、なんか青いやつ、ちょっとこれ、ごめん、わかんない R これすげえ、ちゃんとやばいか、多分ね、8番だけどね、150ぐらい飛ぶ気がする。150は言い過ぎかな、140は飛ぶね、やっぱ測れないの。まあなんか、とりあえず当たった感じと、まあ、当たった感じだよね、当たった感じっていうか、当たりやすいか当たりづらいかね、それだけ。右だね、飛ぶのは分かる、そうでしょ。 OK、 では次、ミズノ JPX800 でーん、これいいんじゃない、これもね、R シャフト、あ、なんか良さげ、それはねえ、まあでも、ドローだからあるっちゃう、大体けどあれですね、右に行くっすね、そうだね、はい、でしょ、でも薄いぐらいだから、そんなに、え、それ良さそう、とりあえず、お、いいじゃん、めっちゃいい、それ打ちづらいですね、しょうがない、それはしょうがない。え、実際これ、じゃ今のどうだった、いや水野とそれ当たり感はすごい、当たり感はいいけど、どう振りやすいか、当たりやすいか、当たりにくいか、今のクラブより、わかんねえ、ボールのところにポンって楽に落ちてきやすいか、きにくいか、きやすいのかな、きやすい、私はこれ見てて振り方がすごく良かったと思うから、これとりあえず候補、まあ候補っつってもね、まだまだいっぱいあるけどね。はい、次、レス2段目、あ、2段目、3段、3回目、3回目ですね、そうなるよね。